だ。こんにちは、ゆたかさん。笑い事じゃないよ。笑い事じゃないよ。本当です。もう中日ファンが嘆いています。もう慣れてんじゃない。慣れてないです。慣れてないです。交流戦もね、いい成績を出せずに順位が終わってしまい、まあ現時点でヤクルトと5位タイで27勝33敗とで5引き分け。今シーズン出だしというか良くて一時単独首位に立った時もあったんですけれども、そこからちょっとこうずる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 という感じで、 DeNA ヤクルトがねちょっと調子上げてきた。まあそうだな。そうなんですよ。まあカープはな、はい、上がったまま状態保ってるしな、うんうん、俺は中日が2位になるという予想なんで、これじゃ困る。そうですね。あのパリーグも笑い事じゃないパリーグも西武の優勝でだったし、やかましいねちょっと傷口に塩を塗るような感じになってしまいますね。塩どころか、まあ、ザラメの塩だな。ザラメ痛いですね。痛いですけども、そんな中で立浪監督もコメントを出していまして、これ交流戦が終わってからのコメントなんで、直後なんですけれども、ちょっと攻守で立て直しを図りたいということで、土日と非常に嫌なやられ方をしたと。でリーグ戦再開までは、まあ、現時点で4日間あると、うん、我々が反省することもたくさんあるし、選手もいろんなことを振り返る期間にしてやっていくしかないというふうにコメントを出されたんですけれども、これはまず我々もの首脳陣コーチ陣からの我々っていうことに関することはどういうことなんですか。まずね、選手を信じるっていうことだよ。やっぱ信頼関係が成り立たないと仕事になんないよ、はい、例えば同じ会社の中でも疑いながら認めないながらやってる雰囲気って絶対良くないはずだよ。いやですね。それとやっぱ結果出せないよ、そういう人たちって、はい、ということはやっぱりまずは信じることだよ、うん、どうであれやっぱ信じるっていうことが大事だよ、はい、信じてあげるっていうこと、うん、信じるプラス信じた人に対しては責任が生まれてくるはずだよ。で信じないと責任を取れないよ、うん、だってどっちみち疑ってんだろみたいな、はい、それは以心伝心で感じるものがあるよ、うん、人だから。後半戦に向かう前に信じたオーダーを出すっていうことだよ。なるほど。それをみんなのミーティングの前で解くということだよ、はい、こう信じるって、うん、だから相当なことがないと変えないと、はい、しかし変えられるっていうことは、逆に言えば変えられた選手は責任を全うされてないっていうこと、それを判断してくれと、はい、この代わりはこいつが行くよって、うん、状態を見てこいつに変えるからって、うん、打順っていうのは大きく変えないけども、うん、このメンバーで大体行くっていうことをやっぱり言った方がいいと。です俺は責任を持たした方がいいと思うよ、まあ、特に守りっていうのもあるだろうけども、まあ、打順、はい、これはもう責任を持ってくれと、うん、で何を考えてるかっていうことを思考をしながらプレーをしてくれと、うん、いうことだよね。今の立浪監督のその毎日のその打順だったり采配とかポジションだったりとかが変わってしまうことに関して、豊さんはどういうふうに。やっぱりね、信じきれてない、うん、でこの方がいいんじゃないかという曖昧な、うん、だって確固たる自信があるんだったら、うん、絶対変えないはずなんだよ、はい、考えて変えてるって、調子が悪いのに変えてるっていうのに、やっぱそれなりのこう疑いがあるからこうなればいいなという憶測でやってる、うん、やっぱここはやっぱ勝負だから計算じゃないとダメなんだ。憶測じゃなくて計算じゃないと、うん、これだったら絶対こうなるという言い切ってミーティングで、はい、それでスタートさせるべきなんだ。だから勝負事っていうのは勝算を持って戦わないと勝てないよ、はい、でやりながら、まあ、とりあえずこのメンバーで言っといて、うん、勝算を見つけながらやりましょうって、はい、こんな曖昧な戦い方ってないよ。そう、例えば将軍がいて、うん、将軍に命を預けてる、はい、じゃあ今日はどうなるかわからないけども、うん、この布陣でいきましょうみたいな、なるか、そうです、陣形でいきましょうって、うん、やりながら勝算を見つけますって、うん、戦えるか。いや無理です、ね、命取られるよお前、勝算がないと、はい、でもこうなったら絶対勝てるっていう勝算を渡しといて戦わせないと絶対無理だと思う。そうか。日本ハムの新庄監督がいろんな打順試してみたりとかポジションも試してみたりとかしてるのとまた全然違うっていうことなんですか。新庄監督とは全然違う。新庄監督はそれを試して試し続けてきたから、
あ、これまでも、はい、そう、うん、万波に内野手までやらしたんだな、はい、それなぜかというと内野手の気持ちも分かって外野手をやれって、うん、そしたらどういう外野手の動きをしなきゃいけないかとか、どういう返球をしなきゃいけないかっていうのを分からせた上でやってるから、はい、上川端もそうだ、ね、ショートをやらせてて水野が成長した、はい、で水野に今年は一本化させる、うんね、でもショートのやつをセカンド、上川端はショートの人間の気持ちが分かるから、うんうん、だからゲッツーでも成立するのが早いんだよあそこは。ああそっか。だからいろんな複数ポジションをやらす意味っていうのは意味合いがあって、それはそれなりに相手の精神状態守ってる状態が分かってるからお互いが助け合いができるようになってくるんだよ。それは打順にも言えることですよね。日本ハムも、そう、もちろん何番の気持ちをっていう分かるんだよ。分かるからここは初球打っちゃいけないとか、はい、ここは思い切っていいとか、うん、後ろは誰が、あ、なんだこいつが打つんだぜ、初球から打てないとか、はい、そしたらもう言っていくとか、うんうん、まあ、そういうつながりを持ってやってるよ見てるとね、うんうん、まずは信じて勝算を持って戦わないと、はい、戦えないよ。勝算を持って戦わないと、うん、だから勝算を持てるようなミーティングをしてるかどうかっていう、そこなんですね。まずはだから力が俺はないとは思わないよ中日は、はい、うん、だけどその一つのノリっていうのがあって、春先っていうのはピッチャーも元気だったし、ピッチャーがとにかく頑張らなきゃいけない、マルティネスまでつながなきゃいけない、うん、で春先は4番につないだらなんとかしてくれるというモチベーションがあったと思うんだけど、今はそれが崩れ去ってるよね、はい、そしたらもう一度どうやったら勝てるかという勝算をやっぱりミーティングで弾き出しておかないとダメだと思うよ、はい、俺は、うん、先発でずっとそのスタメンで今使い続けている選手でも数字が伴ってこなければファームのいい選手と変えたりとか、あのね、野球選手全体的なイメージっていうのは固定観念に縛られることなんだよ、うん、これが迷いとか、うん、そういうことを生じることの結果になってくる、うん、固定観念を持たない自由さが勝算を呼んでくる確率が高いんだよ、はい、これなんでかっていうと相手が想像してないことが突発的なことをやるから、うん、これが奇襲になるわけよ、はい、みんな固定観念に縛られてるから、うん、縛られない人間がそこに入ると異色な光を放つんだよ、うん、これが新庄監督なんだよ、はい、だから勝つんだよ、うん、勝てるようなチームになってくるんだよ。でも固定観念ばっかりに縛られて、うん、みんなやってると力のあるやつしか勝たないんだよ、うんうんうん、そこからの奇想天外な戦い方ができないんだよ。だからみんな苦しむんだよ。だからセリーグの監督見てみ、良かれ悪かれ固定観念に縛られてる人間がたくさんいるから、縛られてないのが AI で、はい、弾き出してる DNA だよ。あ、だから とてもじゃないけど、はい、こんな守り方しない、うん、それで負けることがあったとしても、うん、それを過ぎると勝つようになってくる。みんな固定観念に縛られてる人間、はい、野球ってもう読みやすいよね、うん、あ、ここはバンドだなって、はい、ここはピッチャー変えるなって、うん、奇想天外なことが起きない、うんうん、ここで奇想天外なことが起きると俺は勝てるチームになってくると中日も、うん、あとは、まあ、選手たちも自分たちのことを振り返ってというふうに話されてるんですけれども、個々の選手っていうのはどういうふうに見てますか、中日か。やっぱ中田翔がもう少し、まあ、長打を打つかなっていう感じはしてたんだけど、まあ、そうでもないよね、はい、まあ、勝負強さっていうのはまだ持ち合わせてると思うけども、まあ、4番っていうことはもう早々から外してるけども、まあ、そうなるだろうなと、うん、そしたらまあ細川にかかる負担が強いなと、はい、で岡林が早く戻ってきたな、でも結果が出ないな、うん、でも岡林は将来的なスターにしなきゃいけない、まあ、そういうので我慢するのか、はい、それともダメな人間は外していくのかと、うん、まあ、そこら辺はどういうふうに考えてるかだけどね、うん、だから監督ってただ勝つだけを考えればいいっていうことでもなくて、はい、やっぱ将来的なこの中日をどうしていけばいいかっていうことまでやっぱ考えないといけないからね。なるほど。だから難しいんだよ、うん、こっち側は理想しか言わないからさ、まあ、そうですね、それはまあ簡単なことだと思うけども、うん、その立浪監督が考えてる抱えてる問題点は我々からしたら計り知れないものがあるからね、うん、まあ、そこで苦しんでるのかもわからないし、
まあ、あの以前出した動画で、まあ、岡林選手もちろん使いたい成長したさせたいっていうのも分かるけれども、この打率であればファームでもう一回這い上がって競争っていうことをさせた方が彼のためにもチームのためにもいいんじゃないかみたいな話をされてたことがあったんですけど、それもやっぱり一つ手かなっていうのはありますか？あるある、もちろんあのやっぱり競争世界にあるわけだから、誰もあんまり特別扱いするっていうのは良くないよね。それも 2,3 年の実績で、はい、これは 4,5 年続いてるんだったらもうレギュラーだっていう風にずっと行くだろうけども、突発的に1年間2年間働ける時はあるよ、まあ、だけどこれは継続していってもらわないと計算が狂うよね、はい、厳しいことを言ってるようだけども、戦うんだから、みんなの気持ちを一つに束ね、はい、勝利に向けての勝算を持って戦えるかどうか、ここだと思う。そういった意味でもやっぱり毎日ピッチャー違うわけだから。あ、そうですよね。毎日ね、大瀬良や戸郷とか、投げてきたら賞賛も減ってくるもんね。まあね、とにかく疲れさせろみたいな、もうとにかく打つなみたいな、5回を100球絶対投げさせろみたいな、はい、そんななるけども、やっぱそうじゃなくて、やっぱ賞賛っていうのはね、俺は大事だと思うよ。あとはやっぱりどうしても若い選手っていうのが多い中での戦いっていうのがあるので、そういった中でやっぱり最初中田選手が入ってきてチームがちょっとピリッとしまって引っ張ってっていう感じなのかな、それでやっぱりいい位置にいるのかなと思ったんですけれども、今またもう一度そういうところ原点というか、かえってこう中田選手がなんかこう引っ張っていい刺激をっていうのはどうなんですかね。もうないと思う。もう走り出しちゃったし、はい、まあ、今の成績が中田翔の説得力になってくるから、まあ、そんなにはもう春先ピリッとしたっていう、まだ何も結果が出てない、時はそうだったかもわからないけども、結果が出始めると、その結果で裸でこう人間っていうのはもう分かってくる時はあるからね、今の段階でしか説得力がない。あと二遊間の固定っていうのは、やっぱ中日強かった時っていうのはやっぱ二遊間が荒岩コンビでしっかりしてた、はい、この二遊間の固定っていうのはこれはどうなんでしょう、ここから強くなってきたのか。だから田中が体が強ければね、はい、やっぱスタミナを考えてあげなきゃいけないんで、これが強ければ固定になってくると思う。本来はここ村松選手と田中美希也選手っていうコンビ、ね、だったけどもね、まあ、今山本選手だったり板山選手とかもいたりしますけれども、俺はカリステ勝負。あ、そうだそうだそうだ、カリステほら外野とかいろんなとこ守れちゃうので、いいんだよあの子はエラーしたって。いいですか。それだけの躍動感と勢いをチームに与えるから。そうなんですよね、本当に日本語だと覚えさせてやりたいよね。もうそしたらもうギャン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 言ってさ、あいつが一番ハングリーのような気がする。そのカリステ選手をずっと使い続けてないっていうのは何で？知らない。知らない、わからん。これはそれはやっぱ好みの問題もあると思うよ。豊さんが監督だったら中日の使いますよね。もう素質を信じて使うよ。うん、で教えるよ。うんうんうん、野球を、まあ野球をというか戦い方っていうかさ、はい、そういうことだよ。うん、教える教えるって言ったってさ、みんな偉そうに言ってるけど教えられるやつなんかね、本当いないと思うよ俺は。今のまあね、人に教えるなんておこがましいって。それはね、人と合うか合わないかだよ。あ、もう相性ですか。そう、俺は指導できるのはもう新庄監督しかいないかなと思う。あの人はやっぱ精神的にこうサポートしていく、いけるから、はい、だからそういうコーチだったらいると思う、だから新庄監督が教えてるんじゃなくて、与えてるから愛情を、だから与えることはできても教えることはね、ちょっとやっぱ俺はおこがましいと思う最近。そうそうなんです。だからやっぱり愛情で成立するよ、だから新庄監督っていうのは選手に対しての愛情が深いもん。そうですね。そうだから落とす時にでも上げる時にでも必ず言葉っていうのはついてくるし、それはやってる人もいるよ、だけどそれに愛情がこもってるかこもってないかは別だよ。でも新庄監督はこもってるから、だから俺はね、新庄監督とこう話をして、ここまでは話してないけども、教えてるっていう、いや教えるなんかとんでもないでしょって多分新庄監督だったら言ってくれると思う、ただしやっぱね、人とのつながりって愛情によるよね。あ、それはあります。あの選手は分かりますよね、だからやっぱ愛情で育てないとさ、人って育ってこないよ。そうですね。あと新庄監督はエコひいきじゃないですけどしないじゃないですか、どの選手にも等しくっていうのがまた
それも選手たちも多分みんな感じてると思うんですよね。そうそう、うんまあ、それなりにこうチャンスも与えるしね。そうなんです。平等の中の 不平等っていうのは、うん、それはやっぱあるよ、力関係でね、はい、だからそれはあるかもわからないけども、総じて愛情は深い人だよね。そうですよね、うん、まあでもここから中日がね、離されずにまた浮上していくには、やっぱりその監督がその信じる、これは俺の考え方で、もちろんもちろん俺が正しいとは言ってないよ、はい、最終的なことは言葉に愛情があったり、本当に接することに対して愛情があったりするかどうか、うん、これは時代じゃないんだよ、はい、やっぱ昔からだよ、うん、愛情がある人はいい指導者になってるよ。そうですね、と俺は思う、うん、で強いチームも作れる、作れると思う、うん、それはどこの世界でもそうですね、会社でもその教育の現場でも一緒ですよね。まだそんな今年は混戦セリーグなので開きがあるわけではないので、中日ファンが怒るのは、うん、ファンは中日のチームに対しての愛情が深いんで、いや深いですよね、深いから怒るんだよ。そうなんですよね、分かるんだ、勝てないっていうともどかしいって思いありますもん ね、 ね、まあ、勝てなかったらもっと怒ってもらって、それをね、うん、そっかそっか、いい結果につなげてもらっていきたいですね。はい。